一応今みたいな白ナビ系頻発と、まあ、カットイン系であったり赤文字セリフだと広角濃厚、まあ、あといろいろちっちゃい英才いっぱいあるんですけど、で押し順がまあ正解すれば斜めに、まあ、揃うんですけど、あっめちゃめちゃ熱いです。これスイカ揃えばリーチ目です。中段チェリーなんで熱い、これは熱いよ。あっあっダメか、集中モードいきました。これまあ、言ってみたら ART、濃厚エースになるんですけど、まあ、潜伏だったり、特定契機薬引いて、今装填音ズキューンっていうのが一発だったんであれと思ったんですけど、まあ、3回までいけばかなり熱いんで、さあ来い、おお、いった、潜ってた。この確定画面の時のあれ、なんていうんですかね、キャラでそれも500ゲーム以内と500ゲーム以上によって選択率変わってくるんで、まあ言ってみたらヒロイン2人、女の子2人組がまあ出れば、数回出れば上の可能性が出てくると。一応青7だと240枚の払い出しなんですけど、赤7だと360枚で、赤7の方が上ですね。これ中段チェリーからなんで設定差はないですね。あとビッグ中にですね、まあ、白71回でも揃えれば ART なんですけども、これ3回揃えれば超時空モードといって一撃平均2000枚と言われているモードに移行するんで、まあ1回もまだ引いたことないですね。白7プレミアビッグ引いても超軸いくんですけど、こういう時に白7、まあ、これを狙うんですけど、一応カードの色によって厚さもあったり、マクロスやっぱり台数少ないでね、あんまり雑誌ででっかく取り上げてないんで、ちょっと謎な部分もまだあったりするんですよね。演奏はもう投資1000円でビッグ、ビッグ中に7揃いはなかったが、今回の実戦でも生駒はすでに温まっている。設定差がある、まあ役と言えば、まあ、強チェリー、今の中段チェリーは前線上手 25% なんですけど、ジャックスイカと、あとはそうですね、チャンス目が 15% から 20% なんで、そのあたりも若干設定差あるかなと。あっちはーめちゃめちゃ熱い、熱いです、熱いです、滑った。これジャックスイカです、ジャックスイカで当たるか、これ確定ではないんですけど激アツエースですね。1ゲームでしたジャックスイで当たりました。黒これ狙って赤の時は赤頭の時赤まで滑ってくるんで、で熱いエースで来なければもう青で積極的に狙っていってみたいな、なんか演出もそうですけど全体的ななんか好きなんですよね。今一番イコマが好きな機種マクロス、こいつで幸先のいい1ゲーム連をかました。
残るは ART だが、朝一の挙動で気になることがちょっとある。朝一は白波が数回出たぐらいなんで、はっきりとはちょっとあれでしたね、わからない。まあ早かったですからね、当たったのが。またまあ広角だと白波がこう結構修正率アップするんで、この赤文字もそうですね、広角主催率。今こうアップになるのもそう一緒ですね、広角主催演出ですね。これ第3なんで、おお確定です。これキュンキュンモードで、あのこれ金色になってるんですけど、これ確定なんですよ。バルキリーモードか、バルキリーモード ART、 いつの間に入っていたのか。ナイスー。これ今あのボーナー終了後降格しさかと思いきや ART センプベースだったんですけど、頭の中段チェリーで少しあの珍しい当たり方したんですよね。中段チェリー引いて外れたかと思いきや、キュンキュンモード行ってボーナス当たったんですけど、多分中段チェリーで 25% で当たったと思ったんですけど、あれ多分 ART 当たったんですよね。で潜ってる間にボーナス何かで当たったと思うんですよ。それちょっとエースがねあんまり今曖昧やったんで微妙やったんですけど、多分中段チェリーのこれ潜ってたバルキリータイムです。はい、いやなんか すごい珍しかったんですよ。ボーナスの気配なかったんで中段チェリーの時に、これで数ゲームしてキュンキュンモードいったから、うん、ビッグの連チャンにバルキリーモード ART までついてきていた。今回のイクモはすでに仕上がっている。超軸引いてみたいな、超軸引くとどれぐらいの確率かわからないですけど、結構な確率で ART ストックしていくみたいなん で、あの某機種と一緒で ART 中は外れの設定差ありまして、このベチェリは、シングルのこぼしなんで、これは外れじゃないです。あとあの強ベルと強リプっていうのがあるんですけど、強ベルはまあ中段に滑っていって揃うんで、おこれ強ベルです。これが当たってない、ダメかな。これまだ AR で発動してないんで、突入準備前モードっていうんですか、これでリプレイチェリーとなれば ART 突入です。まあ某機種と一緒なんで、はい、これで突入です。あと強チェリーで、まあ早々に強チェリー引いたんですけど、それで多分当たったと思うんですけど、強チェリーだと1から6で 50% と 66% ぐらいなんで 66.5 かな、なんでそんなに設定差はないんですけど、多分高角だったと思うんですよ。低角だったら高設定の可能性がぐっと上がるんですけど、逆に設定変更してる可能性がかなり出てくるんで、どっちにしてもいい感じです。はい、何滑った、強ベルから発展したよ。ここで外れはないと思う、リーチ名と思うな。おっしゃ、化けか、
バーチェっぽいですね。お、嬉しい。よっしゃ、 ART 中に出た、嬉しいな。これは ART 中は愛を覚えていますかに、まあ、なると。キョーベル、前線適用と 10% です。で、あとチャンスリプレイがあるんですけど、チャンスリプレイだともちろん前線適用と 20% 熱いですね。じゃあチャンスリプレイの結構厚めの S 伴うんで、一応赤と金が厚めですね、色。あとこれまだ分からないです、キャラもあると思うんですけど、キャラは色だけなのかな。まだ実戦開始間もないがボーナスの連チャン、しかもビッグのみ。この勢い高設定の可能性が高いのかも。この台はもっと売れてほしかった。本当に台数少ないんでね、打ちたくても状況的に打てないことが多いんで、本当個人的にすごい好きなんでね、もっと本当は打ち込みたいんですけどね。あと単独馬券にも設定さ、まあ結構でかいんで、そこ青7さっきの単独やったかな、潜伏中の。まあ、ART 中結構この指令系がミッション系が面白かったりするんで、厚めの指令出た時に、まあ言ったら強チェリーとか引くとすっごい気持ちいいんで、お、でか、はい、強チェリー引きました。指令来い。ダメだ。くっそー。あ、そうそう、あと言うの忘れてましたけど、アタックボーナス、まあレギュラーボーナスね、引くと4回、押し順ナビあるんですけど、その0ポイント時と3ポイント時が設定差結構でかいんで、3回当てたのに2回入らなかったとかだともうやめてもいいぐらいですね。6だと 50% ぐらいあるんで、1だと 20% ぐらいですかね、 25% か。あと0ポイント1回も当てれなかった時も設定差でかいんで、何気に設定カンパとしてはすごい使えるあの要素が多いんですけど、さっき言ったように設置台数が少ないんで打てないんですよね。まあ使ってくれないんでもったいない、そういう意味でももったいない。これあんま熱くないです、1回しかこれで当たったことないです。ハズレも出ないか、まあまあハズレは本当におまけなんでね。ART 中にボーナスを引いていたので上乗せ分の ART がまだ残っている。これは安心の潜伏と、待った引いた中だ。あー熱い、なけ、あーまだか、よしボーナスやろこれは。よっしゃ、さあどっちやろう、滑れ、あー岡また これはなかなか強チェリー引けてるからいい感じですね。早々に箱ですよ。さあそのとこ転がらで、よし、あと2回当てればジョージクいきます。まあ1回しか揃えたことないんですけどね。
まあ、確定画面時の最初に言ったその2人組女の子、まあ、ミーメイと2人組なんですけど、出るのは言っても500ゲーム以下とかだと高設定で 2% とか500ハマると2%から 4% ぐらいなんで、まあ目安ですよね。そこは目安にもならんかな。おまけ、熱いです。チャッチャカー、ジャクチェやったか、まあ、ジャクチェリーといっても 2-3% じゃなくて1で、まあ、6.9% 6だと7.3% ぐらいあるんで、ジャクチェリーの時も結構ここにボーナスエが止まってとかもあるんで、お、また悪い、お、熱い、ジャクスイか、これチャンスリープレイです、はい、あ、違う、これリーチ目や、こっち当たりました、バケか、リーチ目出たぞ、青頭かバケか、お、あ、おい、引いた、今リーチ目出たな、単独バケの時、あ、そっか、単独バケの時はリーチ目出えへんねんな、確かこっから外れ目なんで、単独か、通常リプレイは当たりないんで、ART 突入前のボーナスだったので ART の上乗せはなし、お得感はないがイケイケ感がある、ボーナス確率46分の1ですよ、浜デジどころの騒ぎあれへんな、これちなみにまあ一番熱い役でもある強水化中、あ、ごめんなさい、強チェリー、中段チェリーですね、前世で共通420分の1なんで、まあまあよう引けてますね、まあ、前回のデビルマンの時もよう引けましたからね、中段チェリー、まあやっぱりその基本はやっぱりもうどこ行ってもアジェ狙い、イベントの時はもうアジェ狙いですよね、置いてくる店ほとんどないですからね、昔みたいに、まあ、これ3台の中でも全然ついてなかったんでね、ダメかな、お、お、お、あー、当たった、これ今みたいにタイトルいろんなあるんですけど、よう当たるな、おい、怒涛の勢いでビッグを引きまくる今回の実戦、勝ったも同然か、弱スイカ、普段プライベートだったら全然当たらないんですよね、本当に当たらないですよ、強スイカでも 15% とかなんですけど、強スイカでも当たらないですからね、普段以上の引きのせい、それとも高設定だからか、今はまだその理由はわからないが、両方であることを祈るのみ、何気に一撃朝から1000ゲーム超えましたよ、やっぱり好きな台で出すのが一番楽しいですね、ハート、2連続、
ダメか。まだ外れ引くかもですね。ART で馬券表示のところにカウントする店もあったりするんですけど、ここは ART 表示ないですね。ちなみにマクロス天井の888なんですけど、ボーナスカーじゃなくて、まあボーナスおよびまあ ART カーなんで、このデータ表示機だとちょっとわからないですね。集団チェリー来い。データ表示機によっても全然変わってくるんでね、その立ち回りとかも。ボーナス感、純粋なボーナス感のね、天井だと関係ないんですけど、やっぱ ART リセットされないところは分からないですからね、狙いようがないというか、まあそっちの店の方が多いですけどね。ないよ。これここまで滑れば強水化及びチャンス目、これチャンス目なんですけど、チャンス目は 15% から 20% です。さあタイトル、ダメか。ただ、さっきも言ったようにマクロス引っ張ることもあるんで、外れかと思ったらあそこでシングル。とりあえず一発目のチャンス目は、まあ、15% から 20% だったらまあまあでかいんでね、まだまだ残ってるとは思うんですよね。ただ何連チャンしてるかは全くわからないですね。バケット、まあ、赤ならまだ1回も引いてないんで、まあ、ART は50ゲーム1セット、約 1.5 枚と言われております。6連目熱いです。これ閉まって、通常時もそうなんですけど、こう赤のフラッシュなんで、さあこい、よくよく考えると多分マクロスあまり打ったことがない人が多いと思うんで、僕ガンガン飛ばしてたんですけど、ね、ちょっとせっかくなんでゆっくり打っていきたいと思います。当たりました。バーテです。さあ当てとこ、当たり、当たればあの右上にマークがついていくんで、当たり、当たり、あと1個、当たった。やりました。はい、全正解、上乗せ確定。二択とはいえ最高に気持ちのいい4連続正解。しかしその中身、実はまあ
4つ当たって 100% ART なんですけど、2連してくれれば十分ですね。最高マックス13連まであるんですけど、そこはもう6とかだと13連ないんで、1で若干13連の振り分けが強かったのかな、確か。あら、お、ここで外れはないと思うねんな、止めをゾロ目ガロみたいな。もう一丁、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 はい、ってことはビッグか。赤7が良かったな。逆水はこんなに当たらないですよ、ほんまに。おっ、ナビで、よっしゃ、ART 突入画面の枠が金。これは残りストックありが確定。さあ、なんや、お、いや、あ、チャンス目ですね。あの中リール追加第4絵柄になるんですけど、右リールもあのボーナス絵柄ないとこだとチャンス目になることもあるんですけど、中追加はこれチャンス目なんで、さあチャンス目で当たってほしい。ダメだ、朝一からのロケットスタートが終わらない。気がつけばドル箱一箱が満杯に。前回前々回の実戦以上にイケイケ感がありそうだが、肝心の設定カンパはまだ、これカンパ要素としては決め手となるポイントがないです。まあ言っても ART 中なんでね、ずっと。まあ設定差あるって言っても弱水やしな、少数点レベルやからな。ちなみにこのエース、まあなんともないエースなんですけど、広角以上とか潜伏してるときは右に行きやすいんで、これは左ですね。あとこうアップになったりとか、あと今のは広角の時にも出やすいカットインっていうのかな、これですね。お、あ、ああ、発動か、ゆっくり見ましょうか。今服赤ダブルやったんですけど、チェリー否定してるんで、すごい110。さあ来い、
まだわからないです。かーダメか。お、まだわからない、まだわからへん、ダメやった。マクロスリプレイ揃わへんかな。 ART 中、まあ、一番熱いエンスはあれフリーズっていうのかな、まあ、スロー回転するんですけど、まあマクロスリプレイを狙いなされている、まあ、あの瞬間は本当に熱いです。お、チャンス目かな、チャンス目ですね。あ、外れ、これ外れ目です。さあ外れ目から桜柄、桜柄、桜柄泣いてる。外れましたね。青7中連続で。これは発動かな。想像もつかへんな、あとどれぐらい残ってるのかが。150から200、ART の外れ確率なんですけども、まあだいたい170より上だとまあいいんですけど、今のところまだ出てないですね。超破格な確率でボーナスを引いているが、設定カンパ状況は微妙な感じ。これは後々にどんな結果をもたらすのか。これはあのフラッシュで V 字フラッシュだとボーナス確定で、マクロスフラッシュだとビッグ確定なんですけど、マクロスフラッシュっていうのを見たことがないんで、誰がマクロスラッシュだった、さっきの。マクロスフラッシュかどうかはわからないが、生駒がビッグを引きまくっているのは確かだ。まさに怒涛の連チャン中。ボーナスの連打で蓄えた ART が終わりそうにない。しかし、未だ ART 中のハズレがないのが気がかり。
12、一向に外れが出ない12連続。まあまあまあ、どうやろ。リーチも演奏飛ばすなって怒られたんで、ちょっと見ましょうか。こんなにさあったんや、いつも飛ばしてたからな、知らんかったな。すごいなこんな長いね、やつ。パチンコラミアンか。初めて見た青ばっかり。青7ビッグのみだが、ここまで破格の確率で引けると出玉も増える。 ART とボーナスに彩られた連チャン、どこまでも加速し続けるはず。黄色トロト一個上乗せしましたね。外れ、ようやく外れ一発か。ようやく外れの出現を確認、しかも2回、これで一安心。さあどうでしょうか。さあ飛べるかな。飛べるですね。まだまだ ART は残っていそうか。前半戦でこのラッシュ、もう勝利は見えたかも。3回目お
おお、まだおったか。50、16連目。おお、まだいそうやね。ハートきた。ジャクシャが219、17連目。おっ、きたか、きたか、ダメか、マジか。ジャックス253、マジ。敵を殲滅してください。正解。ダメだ。2回目正解。あと1個当てたいな。じゃあ2回か。1回2回だと設定後が確か一番優遇されてるんですよね。あのバテ2回が乗ったかどうか、これは分からない。18連目。お、音楽変わったぞ。賛成しました。あ、今日ベルか。さあ 10% どうや。おい、わお、中段来い。評価、お、これ今揃った時変な音鳴ったな。桜柄、ああ当たったか。待てか。ダメだ。1、2、2か。また微妙。さあ、これがまあ俗に言うフリーズって言うんですけど、今みたいに第3まで行けば熱いで、まあこれが出れば素直にこれを狙うんですけど、白7お願いします。マークロスリプレイ。
ちなみにマクロスリプレイは3連以上とかなんで、でっかい振り技も期待できると。白7揃えたことないのに、それか追加で当たってた、すごいすごい、返して寝て、さあ敵を殲滅してください。ナビ出ました、ナビ出てるほらナビ出る、ナビ出現で4ポイント獲得が確定、つまり ART 当選が確定。マクロスリプレイで ART3 セット以上、つまりもう ART が終わりそうにない。